こんにちは、佐藤くんこと佐藤圭一です。そして荒目てくんです。たまさとゴートピックスでは皆さんから寄せられた情報を中心に僕と田畑さんが取材してきた話題をお送りしていきます。それでは今週のトピックスをご覧ください。どうぞ。まず最初にお送りするのは3月9日土曜日、10日日曜日の2日間荒川総合スポーツセンターで行われた第34回荒川区産業展の話題です。今年で34回目を迎える荒川区産業展、区内の優れた製品や技術を一堂に展示し荒川区の産業を広く紹介する催しです。こちらでは主にものづくりの町、匠の町ならではの製品の展示や販売が行われています。匠の技コーナーでは荒川マイスターや伝統工芸職人の方々による実演もありました。皆さん興味深く見ていらっしゃいました。自転車の街荒川らしいブースも見つけました。なんとこちらバイオリンをモチーフにしたユニークな木製自転車、バイオリン職人さんが作ったそうですよ。また会場には荒川区の美味しい食べ物も勢ぞろい。荒川区と交流のある町の特産品も並びました。子どもたちに大人気、塗り絵を体験するコーナーもありました。こちらは今回の産業展の見どころの一つ、荒川区にゆかりある着ぐるみキャラクターも大集合しましたよ。いろんなものが見れたし、なんか荒川区ってすごいなって思います。いろいろ工芸とかあと絵とかもあって、なんか感動でいっぱいです。匠の方たちのやっぱり技が素晴らしいなと思いました。今年はアラボーと写真も撮れたので楽しかったです。楽しいです。3月14日木曜日、荒川区の東京都立産業技術高等専門学校で南千住交通安全の集いが行われました。新入学などで新しい生活が始まるこの季節に改めて交通安全に対する意識を高めてもらおうと開催されたこのイベントは高等専門学校内の2つの会場で行われました。セキュレーホールではタレントの風見慎吾さんの講演が行われ、交通事故で愛娘を亡くした親の立場から交通安全の大切さを訴えました。交通事故の現場が本当はどれだけ悲惨で、どれだけ恐怖で、どれほどあってはならないことなのかというのは、自分が経験するまで正直想像もしていませんでした。交通事故の理由が防げること、簡単なことであればあるほど、どうして親として守ってやれなかったのか、そのことを毎日後悔します。今日講演聞いてみていかがでしたか？嬉しかったです。泣けました、やっぱりこう地域のみんなでこう自分の子供だけじゃなくって、よその子もみんなこう見守って安全に過ごせる街にしていきたいなと、より一層思いました。もう一つの会場であるグラウンドでは園児向けの交通安全教室が実施され、横断歩道の正しい渡り方などの講習が行われました。
さらに会場には警視庁の騎馬隊が登場し、子どもたちは実際に馬に乗るという貴重な体験をすることができました。南千住警察署では本日のような集いを通しまして、地域住民の皆様たちと、それから区の行政の皆様たちと警察署三位一体となりまして、力を合わせて子どもたちまたは高齢者たちを守ります交通事故防止に全力を挙げて取り組んでいきたいと思っております。どうぞ皆様今後ともご協力のほどよろしくお願いいたします。